の剣。光の剣とは、創作作品に登場する武器の一種です。単純にそのような名称がついた剣である場合が大半ですが、伸びた攻防を刀身とするタイプもあります。今回は、そんなロマンあふれる光の剣の代表的なものをいくつか紹介していきます。それではスタート。というわけで今回は神話以外の SF や特撮、アニメ、ゲームなんかに出てくる光の剣を紹介していくわね。了解だぜ。それじゃあまずは、世界一有名と言ってもいいくらいの光線剣、ライトセーバーです。まさしく光線剣の中の光線剣だぜ。SF と言ったらこれ？ってくらい有名な剣ね。一体どういう仕組みなんだ？ライトセーバーは、金属製の束だけの状態からスイッチ起動することで、純粋なプラズマで構成された光の刀身が発生するわ。このプラズマ場は、ブラストドアを焼き切るほどの高熱を発するんだけど、周囲に熱を放射することはないのよ。なんだか便利だな。仕組みは外装に当たる金属の筒とバッテリー、それからエネルギーの波を投射するクリスタルから成り立つわ。このクリスタルは静止、非静止で異なるんだけど、長くなるから今回は省くわね。こちらの解説動画で詳しく載せてるから見てほしいんだぜ。さて、基本的に鉱場の色は、ジェダイであれば青か緑、シスとダークジェダイであれば赤という3色のいずれかであることが多いわ。一部特殊な例外を除いて、ほぼ全ての物体を溶断、貫通することが可能ね。すごい威力だ。でもブラスターのエネルギーボルトやエネルギーシールド、ライトセーバーの鉱場などといった、同じエネルギー放射によるものは切ることができずに弾かれちゃうのよ。ジェダイはこの特性を利用して、フォースによる予知も合わせながら、ブラスターのエネルギー弾に対する防御策としても使っているわ。だからブラスターを弾いて反らしたり、直接射手に叩き返したりできんだな。そうね。また焼き切る性質上、耐性物戦では腕や足を切り落としても致命傷に至らないことが多く、状況次第では敵に反撃の機会を与えるというリスクにもつながることもあるのよ。なるほど。使用方法は簡単で、スイッチを入れて振り回すだけよ。それなら私でも使えそうだな。束の部分にしか重さがないことや、鉱場が独特なジャイロスコープ効果のモーメントを生み出す性質に加えて、発生した鉱場全体全方向が等しく切断する神部だから、何の訓練も受けていないものが武器として使用するのは危険かもね。素人がヌンチャク振り回して自分に当たるようなもんか。まあ、単純に起動して何かを切断するだけなら誰でも可能だし、エピソード5でトーントーンの腹を裂くために、ハンソロがルークのライトセーバーを起動してるし、グリーバス将軍は4本のライトセーバーを同時に振り回してたし、頑張ればなんとかなるかもね。さすがに無理だろ。それじゃあ次は、機動戦士ガンダムの武器で、ビームサーベルです。これも光線剣といえばって感じだぜ。巨大ロボットにチャンバラをさせるために考案した、光線の剣で、ライトセーバーにインスパイアを受けたとされるのよ。へぇ、じゃあこれもクリスタルが入ってるの？構造はライトセーバーとは違っていて、宇宙世紀におけるビームサーベルの基本原理は、円筒形の束部に内蔵されたエネルギーカップ、宿体寸前の高エネルギー状態ミノフスキー粒子、メガ粒子を蓄積しておくユニットを、任意の線形上アイフィールドの型枠に沿って、放出、収束して、メガ粒子の刀身を形成してるのよ。なるほど。対象の破壊に用いられるのは熱エネルギーで、切り裂くとか押し潰すんじゃなくて、溶断する、って言った方が適切ね。欲しくなってきたぜ。まあでも、ビームサーベルにもいくつかデメリットがあって、まず、発光により、敵機から捕捉されてしまう可能性があったり、敵機ジェネレーターの誘爆で、爆発に巻き込まれて、磁気も爆散させてしまう事例が多々あるとされたり、メガ粒子の飛散や海中線への不適応などがあるわ。生身だと危なそうだな。宇宙世紀以外のガンダムで、例えば機動武闘伝 G ガンダムの世界だと、一般的な射撃武装に用いられるビーム技術じゃなくて、ナノマシン技術の応用によるものだったり、機動戦士ガンダム00シリーズだと、GN 粒子を高圧縮加速させたビームを溶電子でコーティングしたものとなっているわ。いろいろあるんだな。ちなみに私は、クロスボーンガンダムの村正ブラスターとか、ガンダムエピオンのビームソード、もはやビームサーベルと呼べるのかわからないけど、シャイニングガンダムのシャイニングフィンガーソードが好きね。名演だぜ。昔コミックボンボンでやってたプラモウォーズに憧れて、エピオンのビームソードを他の改造ガンダムに持たせてたりしてたわね。同じことしてた方はぜひコメント欄で教えてほしいんだぜ。さて、実はライトセーバーよりも前に光る剣は映像化されていて、それが1972年のアニメ版、海のトリトンなのよ。この中で、ポセイドン族に復讐するために生み出し、末裔であるトリトン族へ受け継がれた武器が、オリハルコンの短剣だったわ。確かに光ってるな。でも、トリトンが放送される1ヶ月前の、1972年2月20日に映像化されてる光の剣があるのよ。なんだろう？それは、ミラーマン。マジか。まあ正確に言うと、ザイラスっていう怪獣の登場した第11話が1972年2月20日なのね。なんだこの怪獣は。宇宙ビールスキンを奪還しようとする3人のインベーダーがリーダー格を中心に合体し、宇宙船からの光線を浴びて出現した怪獣よ。武器は右手から伸びる光の剣と、同じく右手及び口から発射する光の弾丸ね。あ、ほんとだ、光ってるね。これより前にも、もしかしたら光る剣は映像化されてるかもしれないけど、調べてもわからなかったから知ってる人がいたら教えてね。
さて、そこから時代は進んで1982年、宇宙刑事ギャバンが放映されて、ギャバンや、それに連なるシャリバン、シャイダー、エステバンの必殺武器、レーザーブレードが出てくるわ。これはどういう仕組みなんだ？通常形態では普通の片手実体剣で、手をかざして、各々のコンバットスーツの動力エネルギーを与えることで、刀身が青白い光を帯びた光子剣になるのよ。まさにアバよ涙だな。ちょっと何言ってるかわからない。この状態から各々の必殺技を放ち、とどめを刺すってのがシリーズ恒例の演出となってるわ。目が光るのがまさによろしく勇気だぜ。実体剣にエネルギーをまとわせている状態だから、実体剣の斬撃と、まとわせているエネルギーの反応の双方のダメージを同時に与えられるのが特徴ね。光の速さで足体ダッシュだぜ。宇宙刑事シリーズだけじゃなくて、後のメタルヒーローシリーズでも様々な作品で使われてるわ。見た目が映えるからな。さて、そこから5年後、仮面ライダーシリーズの仮面ライダーブラック RX で、リボルケインっていう武器が出てくるわ。ついに仮面ライダーにも光の剣か。リボルケインは剣じゃなくて、光の杖みたいだけどね。杖なのかこれ。まあでも、竹書房館、仮面ライダー画法には、光子剣リボルケインって書いてるし、服以外にも切り裂くことも可能だし、剣扱いでいいのかもね。いずれにせよかっこいいぜ。さらに RX は、リボルクラッシュっていう、リボルケインを使った必殺技があって、リボルケインを標的の体に突き刺し、貫通。さらに RX の体内に蓄積された光のエネルギーを浴びせるのよ。この技を受けた者は、体から猛烈な光のエネルギーを吹き出し、悶絶した末に爆死するわ。かなりエグい技だな。そして、イニッシュ時に RX は、リボルケインを標的から引き抜いて、相手に背を向けて、全身で RX を描いているわ。これは真似したくなるぜ。多くの回で、クライシス帝国の海魔戦士たちは、この技に敗れていて、まさに一撃必殺の技であると言えるわね。リボルケインが出たら敵は死ぬ。でも、アメリカでリメイクされた、マスクドライダーや、ガンバライド、なんかだと、リボルクラッシュが規制に引っかかるから、マスクドライダーでは、刀身からのビームが必殺技として使用され、ガンバライドではついてから相手が吹っ飛ぶ。クライマックスヒーローズシリーズなんかだと、カメラワークで直接刺していないように見せているなど、工夫がされてるわ。なんだかなちなみに、仮面ライダーディケイドに客演した際も使用したんだけど、全く光ってなくてただの金属の棒になってて、ファンの落胆を買ったのよ。おのれディケイドまあ、劇場版ではちゃんと光ってたわ。リボルケインは光らなきゃ意味がないからな。そうね。それじゃあ次は、仮面ライダーシリーズときたから、次はウルトラマンシリーズ行くわよ。光の剣って呼べるのかはわからないけど、ウルトラマンで一番最初に使ったのは、1993年12月にオーストラリアとの合作によるオリジナルビデオシリーズで発売された、ウルトラマングレートね、僕らのグレート。グレートスライサーっていう技で、光の剣を作り出し相手を切り裂き、マジャバの腕を切断するほどの威力を持つわ。アグルやマックス、メビウスよりも先駆けて使用してるんだぜ。最終回だと、ダブルスライサーって言って、グレートスライサーを両腕から放出した強力な必殺技で、核にすら耐え抜く頑強さを誇る、シラリーの首を連続で切り裂いて、致命傷を負わせたわ。最終回のインパクトが強すぎてグレートの最強技のイメージがあるぜ。さて、ウルトラマングレートが日本で放映された同じ年の1995年、スレイヤーズがテレビアニメで放映されるわね。林原めぐみ全盛期。その中で伝説の剣の一つとして、光の剣、正式名称はゴルンノバ、が出てくるわ。異界の魔王、闇を巻く者、ダークスターの武器で分身、一部でもあり、誰かがリナたちの世界に引き込んで人間に使えるようにしたもので、伝説の剣の中でも知名度はトップクラスで、代々ガウリーの家に家宝として受け継がれてきたのよ。なんかよくわからないけどすごい武器なんだぜ。普段は金属の刃をつけてて、大部分は束の身で、光よ、という言葉とともに発動、光を放出して光の刃が生まれ、刀身になるわ。物質的な破壊力と、相手の精神そのものを断ち切る。って性質を持つわ。メンタルブレイクまでしちゃうのか。その後、ガウリーはゴルンノバを失うんだけど、とある街で、ブラストソード、という剣を入手するわ。これはどんな特性があるんだ？周囲の魔力を吸収して、持ち主が必要と思う時でも、そうでもない時もお構いなしに切れ味一点に転化するという特性を持つわ。そのため、切れ味がとてもいいのは確かなんだけど、魔族や敵対者だけでなく鞘なども切ってしまうのよ。すげえ扱いづらそうだな。さすがにこれにはガウリーもリナも困ったようで、第2部では常時切れ味を落とす魔術を、第3部からは鞘の方にしまっている間だけ切れ味を落とす魔術をしてもらったわ。まあそりゃそうなるよな。ただ、欠点こそひどいけど、吸収する魔力が高ければ高いほど攻撃力が増していくから、持ち手の意志力を刃に変える、ゴルンの倍以上の攻撃力を持つのよ。おお、なるほど。実際、作中では、光の剣以上の頻度で決め手となってるわ。じゃじゃ馬ほど使いこなせれば強いんだぜ。この時代のその他のアニメではどんなのがあるんだ？そうねー。例えば名探偵コナンの作者で有名な、青山剛昌先生の、刃に出てくる、覇王剣なんかがあるわね。名前からして強そうだな。簡単に説明すると、雷神剣と風神剣が合体してできた光の聖剣で、地球から集めたエネルギーを、使い手の陶器で光の刃に変えることができる剣よ。き、といえば、これも光の剣になるかわからないけど、悠々白書の桑原一馬の技で、
霊剣、があるわ。霊気から作り出した剣で、正式名称は、霊気の剣ね。後に対象を次元ごと断ち切ることのできる刀、次元刀を使うことができるようになったわ。チート級の武器なんだぜ。それとドラゴンボールで悟空とベジータがポタラを使って合体した、ベジットの技で。ベジットソード、もしくは、スピリッツソードってのもあったわね。一瞬しか出てこなかったけどなんかインパクトあったよな。ドラゴンボールスーパーでもベジットブルーが使ってたり、悟空ブラック、合体ザマスが使ってたわね。突き刺す感じがかっこいいんだぜ。ベジットといえば、ファイナルカメハメハよりもこっちって人も多いんじゃないかな。さて、最後はゲームの世界での光の剣をいくつか紹介していくわね。ゲームはいろいろありそうだな。だから今までもそうだったけど、私が独断で選んだものにするね。ああわかったぜ。まずはドラゴンクエストから、光の剣ね。そのまんまの名称、嫌いじゃないわ。初ではドラクエ2で、攻撃力65、価格は1万、6千ゴールドね。ベルボイの街で売っている市販品で、ローレシアの王子のみ装備可能となってるわ。リメイク版だと攻撃力70に強化されて、なおかつサマルトリアの王子も装備可能になったわね。道具として使うとまばゆい光で敵の目をくらませて、マヌーサと同等の効果を発揮するわよ。なかなか便利だな。公式ガイドブックでは宝剣のようなデザインだったけど、ファミコン新剣の奥義書だと、光のオーラみたいのをまとった剣だったわね。ファミシンといえば、ユウゼイ、ミヤオウ、キムコウだぜ。当時はネットもない時代だったのに、なぜかほとんどの子供が知ってたわね。こうやって奥義は継承されていくのである。ちなみにドラクエ3の威力の杖の方が、ファミコン新剣だとライトセーバーっぽくてかっこいいんだけどね。あ、本当だ。それから、同じ名前で FF4 にも光の剣ってのがあるわ。聖剣の一つで封印の洞窟の宝箱から入手できるわね。なんか影が薄かった剣だよな。それなら6に登場した、アルテマウェポンはどうかな？あ、これは強いイメージだぜ。装備者の生命力を刃に変える剣で、風魔壁への洞窟にて入手可能ね。普段は塚だけなんだけど、戦闘時は装備者の生命力に対応した長さと攻撃力を持つ光の刃を伸ばすわ。HP が高いほど強いんだっけ？ダメージに影響する要素は、レベル、力、残り HP の割合、で、最大 HP はいくら高くてもよダメージは増えないのよ。そうだったんだな。制作サイドにコアなスターウォーズファンがいて、要素をなんとかゲームに取り込みたい中で生まれた武器みたいね。そういう遊び心って大事だよな。さあ、最後は風雷の試練からで。火神風魔刀よ。名前がかっこいいぜ。風雷人なら誰もが憧れるという、炎を思わせる刀身が特徴的な剣ね。刀プラス99を鍛冶屋で鍛えることで手に入るのよ。なかなか大変そうだ。そんなマリサのために、このゲームではもう一つ、危険かぶらステギっていう剣があるわ。おお、なんか強そうだぜ。基礎攻撃力50と圧倒的な性能で、合剣万字かぶらプラス99を鍛冶屋で鍛えることで手に入るわ。鍛冶屋で99にするのも大変だし、そもそもその合剣万字かぶらってやつを手に入れるのが大変そうじゃん。このゲームには変化の壺っていうアイテムがあってね。そこに何でもいいからいらないアイテムを入れると、合剣万字かぶらになることがあるのよ。よし、ちょっと家の中のいらないゴミを入れてこよう。まあ、確率は256分の1だけどね。はぐれメタルを仲間にするのと同じ確率じゃないか。ってことで、光の剣についてだったわ。こうやって見ると色々と歴史があったんだな。やっぱ映像的に映えるし使い勝手がいいよね。そういえばライトセーバーと日本刀を混ぜたような刀があったような。藤原の金草刀匠が制作したライトセーバーね。かっこよすぎだろ。ってことでまた次回、バイチャ。